天才展開です。今日の爆笑不良伝説は山口組の同級生です。山口組の同級生、どんな学校だよ、わろた。アンチが騒ぐだろう。学校は安倍総理と同じ政経でございます。そんなぼっちゃま学校になぜ山口組の同級生がいたのか。ことの経緯はこうです。おいらが家を出てる時に一本の電話がかかってきました。もしもし、そちらにリツくんいますか。うちに電話がありました。あら、今いないのよ。戻ったら伝えますので。どちら様。うちのおふくろが聞きました。山口組の高橋です。電話の主が言った。あら、高橋君、りっちゃんは一度出かけるといつ戻るかわかんないけど絶対かけさせるわね。お母様はお元気。うちのおふくろが愛想よく答えた。そうなのです、うちのおふくろは神戸の偉人館のスーパーお嬢様なので、山口組を知らずうちの高校のなんとか組だと思ったのです。しかもその当時学校で仲良かったのが3年 G 組の高橋だったので、すっかり勘違いしていたのだ。おふくろですか。え、まあ、とにかく律くんにまたかけるとお伝えください。相手はそう言うと電話を切った。そしてその後かかってくることは二度となかった。その電話の主は相当困惑したことだろう。うちのおふくろがビビるどころか嬉しそうに話をし、おふくろの心配までしたんだから、相手は多分度胸の座った姉さんやただもんやないな、そう思ったことでしょう。家に戻って話を聞いたおいらは爆笑。もちろんおふくろに本当のことは言いません。だから未だに同級生の高橋だと思っています。同級生の高橋は本当にいて、おいらをクレー射撃に誘ってくれた親友です。だが残念ながら他界してしまいました。ということで本日の爆笑不良伝説は以上になります。